帝宮の信奉者として将軍殿も儒家に苦しむ諸界の惨状を見たはず。あれらの生き物は不死の魔物と化したか、北条の生贄にされてしまった。将軍殿はこの惨禍をどう収めたらいいと思う？同盟が帝宮の消直に応じて魔を払うのは、いつしか薬師を滅し、生死を正しき軌道に戻すためだ。帝宮の遵守運気軍は影のように付き従い、犠牲を問わず魔を払って聖堂を守る。確かにそれには感服する。だがいささか狭い。僕の力は北条に由来するが、この立場は同盟と一緒だ。宇宙において薬師を死に追いやろうとするのは何も遵守の勢力だけじゃない。短命という病に苦しみ、衛生の良薬を求めることは知恵を持つ生命の常だ。それらの思いを断とうとするのはアイオーンを殺そうとするのと同じで荒唐無稽なこと。つまり薬師の呪いを断ち切るには根本から別の方法を探すしかない。貴殿の死は典型を受け、魔恩から帰ることができた。そして彼女は諸界を巡り、それを解決する方法を見つけ出した。続けろ。すまないが将軍殿、どうやら次の一手は巨領に打たれることになりそうだ。やはりそう出たか。罪を認めたのはただの手段。諸君の真なる目的は獣王の勅令を利用することで巨領に向かい、六将軍、さらには元帥に会うこと。その棺の中のものもそのために用意したのであろう。将軍殿もさっき言っていたじゃないか。それは将軍殿が、ましてや僕が決めることではない。同盟の方がそうなっているのだから、逆らうわけにはいかないだろう。実に見事、素晴らしい一手だ。本当に変わったな、ケイゲ。己が後手に回ったことを認めるようにな。秩序を取り戻したのに、またどうしてここに？寛薬の流女は万病を治せると聞いた。我もただの人のようにそのものに見てもらいたくてな。焦ることはない。ここは林縁橋からそう離れておらん。お前が将軍から授かった命もじきに終わる。白露、見てほしいのは俺じゃなく隣にいる人だ。おや、その様子から見るに目に怪我でも負ったか？それとも別のところが悪いのか？いや、目に大事はない。この目を覆っているのは、物を見ることで古き思い出を蘇らせ心の魔に落ちるのを防ぐためだ。実は龍女様、近頃夜に動悸がしてよく眠れなくてな。心を落ち着かせる方法はないだろうか？症状を聞くにわしの専門外のようじゃの。ふふん、だが案ずるな。探偵士は病人を選ばぬ。お姉さん、腕を出すんじゃ。
まずは脈を取ろう。その後は投影虫を飲ませ隅々まで見てやる。うわっ、なんという冷たさじゃ。ちょっと待っておれ、タンコ、こっちに。虫が連れてきた友の病気じゃが、なんとも妙じゃ。脈がかなり弱い。通常こういった状態じゃと、もう命が長くないということか。くにゃんぬ、医者の代わりに判断するでない。主の友の場合また話が違うのじゃ。表面上は生を感じるが、脈を取ろうと腕をつかむとまるで氷を触っておるかのようじゃった。それに丹府と脈略の間で暗流が通ってるかのように拍動を打ち続けておる。このような奇病は見たこともない。詳しく研究すれば異形に乗るやもしれん。時々でいいからこれからも主の友をわしのところに連れてきてはくれぬか。実はあの人は今日でラフを離れるんだ。そうか、残念じゃの。もう少し滞在してくれればあの病について何か分かったかもしれんのに。うむ、では仕方ない。これから薬を処方するが、それだけでなく白湯もたくさん飲ませるんじゃぞ。わしについてこい。冠婚症気散を出してやる。この生薬を使っても治せはしないだろうが。お、待った、わしの薬箱はどこに行った。すまぬ、薬王秘伝の件以来市内のすべてがむちゃくちゃでな。炭鉱、主は腕がいいのじゃろう。わしと一緒に薬を取りに行ってはくれぬか。龍女様がお困りのようだ。では我も一緒に行くとしよう。いや、主の手を煩わせるわけには。うえー、あんなでっかい後ろ盾までおったのか。いつから探偵師にはこんなに診察を受けに来る動物が増えたんじゃ。気をつけろ。邪魔立てする者は我が龍女様のために排除しよう。我の剣はいてつくゆえ少し離れておくといい。待たせてしまってすまなかったの。この処方で主の病を根治させることはできぬが、活力を維持し心身を穏やかにさせることは可能じゃ。いや、必要ない。龍女様の医術がいかに優れていようと、長命種の宿命はどうしようもないだろう。魔音の実であったか。そうは見えぬぞ。最近ラフでは大きな事件があって魔音の実に苦しむ患者を少なからず見てきたが、いずれも上言ばかりをつぶやいたり前後不覚になったり、体に変異が起きて恐ろしい姿になったりしておった。なのに主からはそれらの症状が見当たらぬ。取引をした、ゆえにこうして残善を保っているのだ。今はまだ思考する余力があるが、もう心識の限界に達している。とはいえ未だ叶わぬ宿願と決着をつけねばならぬ仇がある。ほう、自分の病院をしかと理解しておるようじゃな。心の病ではわしも力になれ。じゃが異形にこう書いてあった。心を消せば身は安らかになる。過去のことを忘れることができたなら主の病も回復の余地があるかもしれぬの。そうか、それは残念だ。全ての感情の中で憎しみが最も強い。そして我はそれを選び
握りしめたのだ。己の存在を維持するためにな。この手で握れるものはもはや剣と過去の憎しみのみ。これさえも手放せというのであれば、我は骨の髄まで虚無に陥るだろう。龍女様のお言葉に感謝する。こうして龍女様に会えただけで薬よりも100倍の効果があった。ところでここ数日包帯を巻いた者が龍女様のもとを訪ねなかったか。包帯？特徴にしてはありきたりすぎて何とも言えぬな。先週には毎日数えきれぬほどの患者が探偵室を訪れ身体を見てもらっておる。剣木の災いがあったことで怪我人がたくさん出てるからの。背が高くほっそりとした暗い表情の男だ。朽ちかけた剣を持って離さない。そんなものを見た覚えはあるだろうか、龍女様。そういったやつは。ああ、今日一人おったぞ。あれは剣傷を負ったに違いない。血の匂いがしておった。じゃが重傷ではなかったようじゃ。顔も平然としておったし、わしが処方した薬も持っていかなかったぞ。やつが求めたのは別の形での処方だったのかもしれんな。となるとこれで全員揃ったわけか。さあ旧友たちに会いに行くとしよう。その男はもう連れて行ってよい。これからのことは彼と無関係だ。元気。これで揃ったな。数百年が過ぎた今も雲上のご騎士がまたこうして集まれるとは。我の記憶が未だ定かであれば、700年前我ら5人はこの場所であの誓いを立てた。何があろうとまた集まり杯を交わそうと。されど林縁橋は空にかかり、世は天保のごとし。我ら五人の中には生まれ変わった者もいれば罪人となった者もいる。そしてもう誓いを果たせなくなった者も。互いの情才も消えてなくなった。じきに我は枷をかけられ審判を受けることになる。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。ゆえに離れる前に皆を初めて出会った場所に招いた。人は五人、雷火は三つ、主会の陰月は独断で流化妙法による改正を図った。形骸を変えて大火を招き戦士の誉れを辱めた。重犯の王政は強敗なる傲慢により北条が紳士の血肉を手にした。陰月の猛威に手を貸し不死の忌み物へと落とした。そして罪人慶竜魔音に落ち朗報を殺め
盟友の義を裏切った。今こそ我らが代価を払う時なり。炭鉱、お前は永遠に陰月から逃れられぬ。奴はお前の始まりだ。お前が進む道には奴の在郷が影のように寄り添い、死ぬまで後を追うだろう。ジン、いい名だ。終わりの見えぬ人生の中、お前は殺すか殺されるかの狭間をさまよい、己の骨を埋める場所を探すことになる。そうでなければ王政の悔いを消し去ることはできないからな。そして我は同盟の審判を受け、永劫の罰を背負う。その後はより悲惨な代価が我を待っている。こうでなければあれら明記すべき苦しみは消えてなくならない。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。酒はなく苦味だけを伴う会合とは実につまらぬな。もうじき我を巨領に送る頃だろう。軽減、同盟の法は厳守されるべきもの。残念です、師匠。あなたたちは巨領ではなく玉殿へと送られます。この件を元帥に報告したところ、重刀将軍が興味を持ちました。十方公営北海を張って先に二人に会おうとしています。軽減よ、相変わらず他人の采配を崩そうとあがいているのだな。我々も雲気軍も帝宮の将軍たちも皆神の番に置かれた駒に過ぎぬ。我はもう定められた運命の道を歩むのに飽きた。だが構わぬ、お前ともう少し歩んでみるとしよう。いずれにしろ結末は変わらない。我は勝利する方に立つ。ならばこの対局最後までお付き合いいたします。待て、ケイリュ、去る前に俺への報酬を忘れてはいないか。試したであろう。傷口が増えるだけで、それ以上助けにはなれん。お前の不死身はそう単純なものではない。人間の剣で不死なる紳士の肉体を殺すことはできぬ。この点については運命の奴隷からも聞いたと思うが。ああ、聞いた。だがそれでもお前は俺に一振りの借りがある。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対してのみだ。ケイリュウ、お前の教えを今ここに返そう。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。
あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように。あの日々がずっと続くと思っていた。先週人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢はいずれ覚め無双する。懐かしい感覚だ。まるでお前が初めて俺に剣術を教えた日に戻ったかのような。王政が打ってやった武器を手にして何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んでいく。この血肉が崩れては癒えて復元していく様をただ見ていることしかできなかった。そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。分かっていた。お前は俺から答えを聞き出そうとしていたわけではない。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。何百何千と自問し答えを得られなかった問いを。なぜ忌み物だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。どうして彼女のような人が死に燃えて灰になり忘れ去られねばならない。なぜだ。最後に俺の心臓を貫いた後、お前は俺と剣をあの枯れた塚に残して去っていった。奇妙なことに、この短く夢のような死の中で俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のように。陰月よ、これからどうするつもりだ。この会合が終わったら俺は列車に戻って旅を続ける予定だ。列車はいつまでもお前を乗せて走り続けることはできない。かつての我らと同じく、お前の友人たちも皆自身の思惑を抱えている。ナフを離れた時、我は復讐を諦め全てを放り出そうとした。だが年月を重ねるにつれ、それは次第に鮮明になってゆき、長く付き添った友人のように耳元で囁いてきた。魔音に落ちた時の所業が全て我の頭に刻まれ離れないのだ。だから我はそれに向き合うことにした。この目で北条が死するところを見た頃には
お前も王政も真の解脱を得られてるかもしれぬな。さらばだ、陰月。炭鉱先生、将軍様は僕に今日のことを忘れてほしいみたい。わかってるよ、あんな葛藤今の僕にとっては難しすぎる。剣術よりもよっぽど難しいことだから。僕、雲気軍に少なからず仲のいい友達がいるんだ。いつか僕たちもあんな風にバラバラになるのかな。じゃあね、炭鉱先生、次はもっと気軽な雰囲気で会おう。あの女の剣でもなせないとはな。今も変わらず渓流には不可能ということか。どうやら俺らはこの追行を続けるしかなさそうだ。これが貴様と俺が払うべき代価なのだ。ならば俺も最後まで付き合おう。エリオの脚本によれば、貴様にはまだ生きていてもらう必要がある。そして俺は復讐が長く続こうとも構わない。その方が面白いからな。言ってしまったね。生まれ変わった君にとってこの全ては拙劣な芝居に見えるだろう。旧友たちが互いに刃を向けていたというのに、私はそれを止めることができなかった。己が何者か、この質問に答えられるのは己だけだ。たとえ竜士たちの企みで本当に輪廻転生をしていなかったとしてもね。ああ、炭鉱、君ももう帰った方がいい。